皆さんこんにちは、島 TV アイランドでございます。今回はボラカイの旅をご紹介します。2008年当初、まだフィリピンのことを十分理解できていない私にとって、ボラカイへ一人で行くということは大きな壁でした。従いまして、今まで同様ガイドをつけての渡航となります。手段としまして、まずマカティにあります日本人が経営する旅行代理店へ、割高にはなりますがツアーを申し込みに行きました。値段は2人で6万円と結構高額、まあツアーだから仕方がないと思い支払いました。今だから言えることなのですが、フェリーで行くという方法もあります。値段は半額以下、ただし時間に余裕のある方におすすめです。今回は初めてでしたので割高になるツアーを利用しました。マニラからまず飛行機でカティクランへ行き、バスとボートを利用してボラカイに行きました。カティクランの港で見た海の透明度の素晴らしさ、今でもよく覚えています。あの時に勝る海は未だ見ていません。本当に感動しました。それでは皆さん、夢の島ボラカイの紹介をしたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。さあやってまいりました、ボラカイ島へ。はい、今ですねカティクランの港におります。彼がですね、ホテルのガイドさんですね、迎えに来てくれました。そして今からですね、港から、フェリー、ボートで、移動するところなんですけども、ここのですね、カティクランの港の海の底を見たんですけども、とにかく感動しました。もうですね、グリーンの濃い色と言いますかね、とにかくね、もう透き通って見えました。もう口ではちょっと表現しにくいんですけども、やっぱりですね、海というのはですね、遠くからブルーに見えたとしてもね、本当に綺麗かどうか潜ってみないとわからないですね。やっぱり海に潜られる方はですね、本当に海の綺麗さっていうのが一番よく分かって見えると思います。それでですね、船に乗りまして、間もなくですね、ホテルにチェックインしました。ホテルがですね、サーフサイドホテル、日本人の経営者です。スタッフもですね、日本人が見えました。日本人の男性と女性がですね、一人ずつ、見えましてですね、でその一人の日本人女性がですね、なんか面白い話ことにですね、こちらに旅をして、なんか、フィリピン人と意気投合しちゃって結婚しちゃってずっと住み続けてるとかね、そんな女性がいました。行動力がすごいなと思ったりしました。そしてですね、宿泊客の方もですね、日本人の男性だとかですね、あと日本人女性のグループも来ておりました。皆さんの話をいろいろと聞かされましてね、確かね、10年以上ここのボラカイに通ってるという日本人男性がいたんですね。名前はですね、確か田口さんだったような、ちょっとすいません、13年前で記憶がないんですけども、彼曰くですね、もう10年通って、この海もなんか汚れたななんて言ってました。
僕たちはその話を聞いて本当にびっくりしたばかりですね。これだけ綺麗なのになんでそんなこと言われるんだなってね、聞いておりましたけどね。彼は毎年ゴールデンウィークになんかボラカイ島へ10年間通ってるそうです。今現在2008年ですから1998年から通っていたんでしょうね。そしてですね、彼の話を聞いていろいろと海潜ってみますとね、やっぱり黒い藻が結構浮いてたりしたんですよね。実際問題、船で行った時はそんなことなかったんですけども、一応そんな感じでした。それでですね、写真なんかもですね、ちょっとですね、私の持って行ったデジカメがですね壊れちゃいましてね、ところどころ、彼女のカメラを借りてですね、撮ったりした写真がございますので、ちょっと写りが悪いのもあるかと思いますけども、その辺のところは、ご理解ください。ホテルの位置図ですが、ですね、我々が滞在していたのは、ホワイトビーチでですね、ボートステーション第1から第3までございます。一番静かな第3ボートステーションでホテルはございました。それでですね、具体的な位置はこちらの方になります。そして私たちは、ボートステーション3からですね、ボートステーション2の方にですね、歩きまして散策ですね。そしたらですね、いろんなお店が立ち並んでですね、おしゃれなレストランだとかですね、いっぱい、売店もございました。そして日も徐々に暮れてきましたので、そろそろレストランを探してですね、食事することにしました。まもなく日が暮れ出しましてですね、それで、ゆっくり、海を眺めながら、この後ですね、ビデオがですね、一つだけ、貴重な、秘蔵ビデオになるんですけど残っておりましたので、これからご案内します。フィリピンの海は夕方になるとすごく人がですね、大勢出てきて、もう本当に活気に満ち溢れてきます。逆にですね、昼間はですね、ほとんど人がいないんですね。暑すぎるということなんでしょうか。夕方になってですね、涼しくなると人がたくさん出てきてですね、いろんな、遊びをしています。仕事でもそうなんですけど、意外と朝がですね、皆さん早くてですね、仕事をして、暑い昼間になるとですね、皆さん寝ていたりすることをよく見かけます。生活習慣がですね、やっぱりこの南国ということでですね、こういうスタイルになるかなと思ったりもします。まあ、あくまでもですね、私個人の想像ですけど。Say something now. Say hi. Say hi. You're in a video. It's in video. Okay.我々はですね、せっかくボラカイに来たわけですから、ツアーですね、ツアーに参加しようと思って、ホテルにお願いをしてですね、1日、朝から出発しまして夕方までですか、ツアーに参加することになりました。金額がですね、確か2800ペソ、つまりプライベートツアーですので、やっぱり高額になってきます。ところがですね、そのツアー、プライベートツアーというのがですね、クセモンと言いますかね、正直言って我々はですね、結局どうでしょう、1時間か2時間で切り上げられちゃってですね、浜に帰ってきたんですね。それでそのことをクレームをですね、ちょっとホテルに行ったら、まあ半分ぐらいお金は返してもらうことができたんですけども、まあそれは彼女のね、助けがあってそういう風になったんでしょうけども、それと同じようなことがですね、私もやっぱり何回か経験しております。いつもですね、こういう特にですね、海のこういうアイランドホッピングだとかですね、そういうツアーはですね、できることなら団体ツアーの方が僕は絶対間違いないと思います。
プライベートですとね、あの向こうのペースになっちゃって、いくら彼女がフィリピン人であってもですね、やっぱり言いくるめられちゃうんですよね。言葉がですね、ビサヤ語なのかどうかよくわからないんですけども、彼女が、ね、そこまでうまく対応できなかったような感じで、やっぱりですね、この時ガイドというのはですね、現地調達というのが一番無難じゃないかなというふうに思うようになったんですね。結局ですね、団体で、ツアーに参加すればですね、特に欧米系の人たちと一緒に参加するというのが一番ね、楽しいと思います。なぜかというと、手を抜いたら彼らはですね、もうすぐその辺を追求してですね、クレームつけますから。だからフィリピン人もですね、欧米系の人たちに対してはですね、そんな舐めたことはあんまりできないんじゃないかなと。ちゃんときっちり朝からスタートして夕方まできっちりですね、いろんなところを回って一日を楽しめると。だから私他でもプライベートツアーは経験しているんですけども、やっぱりこういうケースがやっぱり多々ありました。まあ、私のね、個人的な意見で恐縮なんですけども、そういう、もしそういうようなね、同じ思いの方があるとしたら、まあ、本当にご理解いただければいいかなと思いまして、こういう話をしました。フィリピン一人旅、私にとって今回が過去一番長い旅となりました。なんと18日間、フィリピンをいろいろ回りました。マニラから始まり、アンヘルス、バギオ、ボラカイと有名地を回らさせていただきました。今後もフィリピンの秘境の地を回っていこうと思っています。いつまで続くか分かりませんが、体が動く限り続けていこうと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。